竹の中で侍の死体が見つかって証言者が1人ずつ語っていくそれぞれが語るにつれて証言は真実味を帯びてくるが矛盾点もあらわになるそして誰もが疑わしい1920年代初めの芥川龍之介の短編小説「藪の中」の冒頭だ。 この話と対照の視点で書かれたのが羅生門だ1950年日本の映画監督の黒澤明は芥川の二つつのの作品を一映画にしたこの映画は文化的比喩を世界に紹介したがそれは真実正義記憶への私たちの理解を一変させた羅生門効果とは「 個々の証言が決定的に異なるもののそれぞれが同じ出来事の証言として同様に最もらしいこと目撃証言に信頼性がないことを強調するために使われる羅生門効果は特定の2つの条件下で起こる1つ目は起こったことを実証する証拠がないとき2つ目は解決を急ぐ権威者による圧力があるとき ただし羅生門効果では唯一の客観的事実という概念が弱まる原本では芥川と黒沢はそれぞれの登場人物に同様の重点を置いているが各証言者は疑わしい語り手に変えられていく一番正確な証言がどれか見当もつかないため聴衆は誰を信用してよいのかわからない逆に各証言は真実味を帯びている 侍の命を奪ったのは誰か。聴衆の疑問は残されたままだ通常のミステリーの結末ではないため期待外れと欲求不満を感じる人もいる芥川も黒沢も明確な答えを提示しないことで真実や人間の記憶が曖昧かつ複雑なことを表現している神経科学者によると記憶が形成される時視覚情報の解釈は過去の経験や内的な偏見に左右されるという。 個々に独特の偏偏見見ももああれば普遍的な偏見もある自己中心的な偏見は自分の行動を肯定的に解釈して記憶を潜在意識の中で再形成することがある、うん、記憶の正確な符号化が可能な場合でも思いい起こす時に新しい情報が組み入り記憶は変わる何か思い出す時はほとんどの場合は元の経験ではなく尾ひれがついた記憶を思い出す。 これは潜在的な心理現象だつまり生物学では同一のデータ同一の分析方法で異なる結果を発表することがよくある人類学者が常に抱える問題は個人の経歴が認識に影響するということ有名な例だが2人の人類学者がメキシコの村テポストランを訪れた1人目は村人は幸福で満ち足りていると言ったが 二人目は編集的で不満を抱えていると記録した。専門家の予断はさておき、羅生門効果は一般大衆にも影響する。複雑な世界の出来事を認識する際には顕著だ。米国とアラブ諸国のリーダー間の2015年の安全保障サミットの後、サミットに関する報道はメディアにより大きく異なった。成功と報じるメディアの一方で、失敗と報じるメディアもあった。 なぜ認識は相反するのかという疑問にとらわれがちだが羅生文効果が提起する重要な疑問はそもそも真実とは何かだろう客観的事実がないとき各認識は異なるのか同一の出来事で話が異なるのは時や場所関係者に起因するのか異なる情報経歴偏見を持つ人々が話し合う時集団意思決定はできるのか。 多くの疑問と同様、これらの疑問にも決定的な答えはない。芥川小説が不滅に重要なのは、曖昧さを残すことの価値を提起したことにある。この動画で不確実性のパラドックスを掘り下げてみましょう。前回1の決定はどの程度信頼できるかという疑問に迫ります。新しいことを学ぶのが好きな方は、必ずチャンネル登録して動画をお見逃しなく。